せーの、本日のヨロピココロナに負けないプレーボール、ヨロピコ。じゃあ、はい、次。カープはね、2軍というより1軍で一番気になったのはさっきも言った絹さんやったよ。浩二さんはブチャンと一緒で、うん、3年後に入ってきてる法政ですからね、はいはいはい、大学でやから、はいはい、あの時やっぱりわしが一番カープで記憶に残っとるのは絹さん。絹さん、うん、見てみたい、あの頃の雑な絹笠さんを。なんか衣笠さんにプロ野球の七不思議があるならばっていうことなんか言われたですよ、ね、言われたよ。わしね、なんて言われたの。十何年目かの時にちょうど広島球場やった、市民球場で阪神戦で行って、はい、で練習の時に衣笠さんに「衣笠さんがじゃあ」って「おお、カバーまたお前来たんか」言うから「この方どうするんですか」言うて、衣笠さんところでわしちょっともうバット見なおったからバットくださいよ言うて。またかー言うて、あ、まあええわって、また後で持って行ったろ言うて、はいはいはい、ところでおい川、お前何年目になるんじゃ言うから、はいはい、わしこと確かもう15年ぐらいになると思いますわ、はいはい、おい、あのな、プロ野球で15年言ったらな、はい、最低でも1年2年レギュラー取っとるぞ川、お前取ったか絹さん、はい、何言うとんすか。明日がわしの時代来るかもわからないでしょ、はいはい、こんなもん過去やない。だからわしは明日のことを思っとるから、はい、なことどうでもええからバッとくださいよみたいな。お前はほんまにそろあれでどの球団の誰とでもそうしてお前話すのやろ、はいはい、しますよ、はい、お前だけはだからいろんな世界に七不思議あるけど、はい、プロ野球にもある。お前みたいな人間は七不思議の中の一つや言うてそんな。ああ、なるほど、名言ですよ。でもね、いや名言とお前言うすごいっすよね。まあ面白すぎやもんな。まあ絹さんも七不思議よ。野菜は食べないからね。あ、そうなの。うん、なんか見たら、なんで絹さん肉だけ食べて野菜食べないんですかって言ったら、野菜は牛が食うもんだって。あのな、日ハムから巨人行った小笠原、あいつもね、はい、焼肉大好きなんだけど、野菜絶対お前葉っぱ食わん。お前の相性か言うたら、母さん、野菜はこのヤギじゃないですか。牛と変わらん。もうそんなのいたかい。で、絹さんと浩二さん、藤屋ってあるやろ。藤屋ありますな、うん、わしら藤屋は遠井さんに初めて連れてくる、うん、はいはい、その時あの偏屈の親父、うん、今でも元気ですよ。元気、はい、わしも行く、この間行きましたけど、うん、そしたら、おい川戸、この店はな、皆一軍やスターになった人間来るんやないから、うんうん、川戸、お前も絶対一軍になって帰ってこい言うて、今起こしてな、先輩に連れてもらってくると、お前自分で来い言うから、はいはい、よっしゃ、この親父この野郎見とけと思って、はい、それからやっぱりそう、メシアでも一軍というものを意識して、一人前ならな、飯も一人前のもの食えないと思って、だからそういうふうな経験はな、あの広島藤屋の親父とは未だの付き合い。怒られるからね。そうやで、焼き肉焼き方で怒られて、あ、ダメ、ダメ、触んない、触んないからさ、触るなって言われますからね。またうまいんだ、また端っこからが、そうそう、1センチ中じゃんとかな、ほんとうまいっすよね。そう、うまい。僕現役の時に、だから藤屋行って田中に買い上がってもらった時に、寝れないから結構ドブロクもらってたんですよ、寝酒を。うまいんです。あとおじやおじや、これ最高でさ、まあ、すげえいい親父でさ、はいはいはい、もうまだ元気なんだけど、はい、でその時に東山とか少年隊の、うんうん、一緒にそこで飯食ったりしてから古いわけ。もう飯食いながら怒られるもんね。芸能界の人間も多い、千春なんかも、はい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 、これでわしあの時に行って、うん、それからあくる日やグラウンドに浩二さんと絹さんが「川ちょっと来い」なんすか、お前ない夢行ったやろ言うから、あ、行きました言ったら、お前どんだけ食ったんや言うから、
わし普通ですよ。何言うとね、わしがあのお前らの言った後な言ったら肉ねえ言うと親父言うとったら加藤のやつがどれだけ言うか言うだからわし絹さんや小井さんとは、はい、もうほんまにずっとそういう風な野球だけじゃなくて飯の方と。だからわしのカープ市民球場行った時は、はい、まずいろんな話なんかでも野球の話なんかしたことない。そんな話だけどまたお前が言ってあの話だよ教えられないね、美味しいとこがなくなるからでも面白い、広島そうや。この大阪来るとこの甲子園のこのさ、警察署の横の焼肉屋、ああの、琴園、うん、ね、うん、で、琴園行ってみんな、はい、エモさんとかみんな、うん、連れてもらって食うよ、はい、で、琴園のね、お母さんがね、そう阪神選手みんな行くよね。ところが、あの琴園は、うん、わしらが若い時は、うん、やっぱりその藤谷と一緒で一軍や、わしらは若いのが行っても、うん、肩身狭い、だから、うん、その時わし、あの古武装の寮の、うん、選手館の寮長やっとったよ、うん、そしたら、よし琴園じゃなくて違うとこ探したらやっとって、うんで、違う店探して、うん、で、そこにちょうど影なんかが入ってきた時に、うん、で、高校で6人やったから、うん、で、一月ぐらいしてから、おい、キャンプから帰ってもう、寮の飯も慣れたやろって、おい、飯食い行こうってここで、わし行きつけのたこよし焼肉屋、うん、たこよし、うん、もう今、火事でなくなってる肉なのにたこよしそのたこよしそのたこの字が違うと違うな、た、多いたいや、太い太い幸せのよしやね、うん、だからそういうとこで行って、食べてもうそれが1軍とその時2軍でもうやっぱりその競争や。ああそうなんだ。だからもう絶対寮におったら1軍選手甲子園行ってみや、うん、おいお前ら寮の若いやつらになっとらんとか言っていつも怒られるわけ、うん、そんな帰って説教せなあかんわけ、うん、またやらないかのかなとしたくねえじゃないか、プロに入ってまで、はいはい、ところがそういうふうなこともあったりして常に1軍と2軍のもうこれみたいなのが当時あった。そうなの、また近いからね、そう寮が、うん、目の前だもう歩きやから、ね、で電車見ちゃう、まあ、そうですね、うん、すぐやから。いやでもですよ、やっぱこう阪神の歴史の方じゃないですか、うん、今ちらっと出ましたけど掛布さんが入ってきたって見てるからすごいよね。そういう話聞きたいですよね。いいよ、はい、影がそもそもねあれだけ大酒飲みになったのは、はい、誰のせいやって何着想像つきますよ。お前いつ頃から酒飲んどる。僕がプロ入ってからですね。入ってからやろ、はい、なやっぱわしらはもう全然時代も時代やから、はいはい、もうお前中学校や、はい、ピーピーもう大丈夫です、ね、大丈夫やな、大丈夫です。もう高校の時から一緒咲きしとるわけよ、はい、ほんで、まあ、さっきも言ったように、はい、プロ入ってもう選手間の寮長しとったから、はいはい、その時に賭けなんかが入ってきてる、はい、あと6年ぐらいにちゃうから、うんうん、そしたらその時に飯食いに連れて行って、うん、おいお前ら酒はどうや言うて、はい、普通やったら今の時代やったらアウトやん。まあまあそうですね。当時は、うん、いや僕は飲んだことありますけど、はい、でボンボンボンって聞いて、おい影お前は言ったら僕飲んだことありませんって。何アウトお前はお前これからプロ野球の選手になっていくのに、はいはい、酒ぐらい飲めんのかい、はいはい、おい飲め、はい、でそっから飲ましたのがわしやから、それからあいつは大人になっていろんな事件を起こしたわけ。そうなりますからね。本当あれぞ大トラですよね。そう、うん、だから一番責任者はわしやねん。あそこだったんですね。まあスタートはあるんですね。スタートはですね、うんうん、でもあのやっぱりああいう風にまず若トラになられていくわけじゃないですか。大トラじゃなくてですね、うん、若トラのあれっていう技術的なものはね、はい、ほんまに真面目な話すれば、はい、それこそあの自主トレの時に今度逆やねん、うん、キャッチボールの相手がいなかったんで、はい、おい、かけわしとやろうってやって、で、ペッパーになって、はい、見事なペッパーしようわけ、はい、きちっとわしにワンバンで返して、はい、いつなんじゃと思って、うん、だからその後わし、かけにも言ったんだけど、かけ、お前はもう一軍、わしらのレベルじゃない、
必ずなる、うん、だからお前はそうなってきたらお前も人脈でできる、うん、そこまではわしゃ面倒見る、でもそこから先はお前のブレンで生きていくんせいよ、うん、そういうことを確実に、だからそれぐらいきちっとレベル上がってる、だから若い時に一緒に練習して山さんからいろんなバッティング練習とか方法、そうですよ、ね、全部あいつはものにすんねん、わしなんかできるかいな、そんなのそれぐらい能力も違い、ああそうですか、だからあいつはなるべくしてあそこまでになった、うん、千葉県遠いんやな、そういうやつ、え千葉県ね、なもっとそうだよな、すごい塚島さん、あかけるこの辺、はい、かけるさんとか、はいはいはい、持ってまたもうなんか津田ですね、海かなんかでこうどこなのかな、もう技術的にもうすごいんですよ、千葉県が、宇野勝さん、宇山でいや、宇野か、はい、あそうや、あいつもそうやもんな、で土屋、誰ピッチャー、僕同級生で、うん、長州の土屋、篠塚、宇野、うんうん、でその上が、習志野の掛布さんですよ、掛布と一個違いか、そういったら僕と一個違いです、だから千葉県ったら長島さんでしょ、おー、そうですよ、すごい、すごいですね、ちょっとすごさが違うとこあって、そうやね、わしらの仲間でも中村克弘が、ああ監督だった、中村さん、はいはい、ちょうど監督の時に入ってきたやろ、お、うん、大変でしたね、そうそうそう、もうだからさっき飲んじゃうんですよ、もう話したわしと一番仲良かったやんだ仲良かったの、一番仲良かった、今頃言わんでください、すいません、お酒ください、一番仲良かったけど、はい、あいつとはもうお前が監督の時に絶対あのな、キャンプの飯の時間って今どう思う、少ないやろ、おい監督のとこ行ってこい、選手が今盛り上がっとんじゃん、お前何が見てんねん本日もご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします、それではゲームセット、次回もよろしく。